はい、ルートイン島田吉田インター店さん、ありがとうございました。お世話になりました。今日はどこに行くんだろう、なんてとこなんだろうなんかどっかわからんけど、今から35キロ、6キロぐらい先のところにホテルを取っております。それではタオコ自転車の旅9日目スタートです。わー、あれ多分新幹線だわ。はいや、私を追い抜いていった、左で追い抜いていったのはおそらく新幹線でしょう。いや違うかな、でもあの防音壁みたいなのがバッと立ってるから多分そうだろう。あ、茶畑かな。わー、静岡らしいよね。茶畑かな、見えるかな、お茶畑。あれ、また来た、ほら新幹線だ、やっぱ新幹線、新幹線、イエーイ、新幹線。あ、いや別に、いや、ドクターイエローっていうやつ、幻のドクターイエロー見てみたいね。見てください、この茶畑、どこまでも続く茶畑。わあ、静岡だなって感じ。まあお茶の名産地って皆さんは、あとやっぱり京都の宇治抹茶があるから宇治、あと福岡の八女とか結構ね有名なところがあるけど、まあ、一発目にやっぱり思い浮かぶのは静岡がバッと来るのかなと。お茶の産地静岡ってこう一言目には静岡って先にパッと出ちゃうんじゃないかと思います。でね、それのなんか決定だみたいな茶畑が、後ろ車いないから今撮るけどね、めっちゃいいよ。見てこの、わあ、この雲の感じもすっごい綺麗だ。最高。いや、どんな風に映ってますか、皆さんに。金井、お茶の金屋っていうところ通ってます。わあ、わあ、GoPro じゃ映んないかもしれないけど、山に多分、金谷市か、静岡県のマークか、金谷市のマークか、京都の送り火のあの大の字みたいな感じで山に何かマークがあります。お、旧東海道、観光地を巡らないのだからこれぐらい撮影しないとYouTube を見てる人は怒るよね、私の疲れただの兵だの。へえ。何これ、ほら見て、東海道菊川坂だって。映ってる、映らんか、ほっ、見えへんねん、これが。自転車止めるよ、よいしょ。はいはい、東海道菊川坂左様の中山諏訪原城跡旧東海道石畳。こういう道が続いてるってこと。いや、これ無理、もこんなの行けないよ自転車で。でも昔の人これ歩いてきたんかこれきついわはあ、向こうになんとか城跡ってあるから、やっぱりちょっとそれも、あのもう奥だったら行かないけど、あそこの看板から見えそうなら
ちょっとだけね、せっかくここまで来たから。なんだ、公園になってんの。よしよし、ちょっと見てみるか、せっかくだから。はい、国指定史跡諏訪原城跡でございます。武田勝頼、徳川家康時代の堀、丸馬出しが良好な形で現存し、戦国時代史の過程を理解する上で重要な遺跡として国の史跡に指定されています。茶畑があってね、まあ本当は先が思いやられるほど遠そうなので、のんきにしてる場合ではないとは思いつつですよ。わあ、これはかなり広い。すみません皆さん、これは私ね全部回れんわ。180m。 わあ、遠いわ。私今現在地ここなんすよ。こんなとこまで行かないといけない。ほら行かれんわ、ほら遠い。これでもね、時間のある人一回ぜひ行ってみてください。なかなか、ただの公園かって言われると公園だけど、こんだけ広く跡が残ってる、いいんじゃないの。結構遠いんですね。結構ある、大きいんですね。あ、大きいです。11万3000平米。とても親切なビジターセンターの方に、近道行ってみたらどうだいって教えてもらったんだけど、どうなんだろう。で、あとね、やっぱりお城を全部こうくるっと見ようと思うと1時間パーッと見ても1時間ぐらいはかかるよとのことで、やっぱりね、ちょっとごめんなさい、断念しました。掛川市の看板が見えてまいりました。東海道さよの中山夜泣き店。何これ、トンネルね、向こうにしか歩道がないっていう、左右の中山トンネルくぐりたいと思います。はい、出た。静岡市にしては珍しく歩道が荒れております。いや、まあ、今ね、ちょうどそのあれ時期があるから、そういう時期なのかもしんないけど、本当静岡にしては珍しい。静岡こんなんじゃないもん。今のようなところを撮ったの静岡では初めてでした。その分びっくりしております。まあ、あれぐらいのところは多いと思うんですけど、サイクリストの聖地静岡としてはダメなんじゃないでしょうか。まあ、多くの人あっちの御前崎行くんやろうな。嘘、歩道終わり。嘘やろ。歩道終わりか。ああ、そうか、もう今から私もあっち行けと。行くよ。行きますよ。私だって、ママチャリやけど、サイクリストやね。サイクリスト？今度はまた向こうにしか歩道がないね。
でももうあっちあんなにもじゃもじゃで、もじゃもじゃのげにゃげにゃで、もんなん絶対行かれへん。もうほんま滝川市さんお願いします、ママチャリのために、ママチャリサイクロリストのために。いや私ぐらいやねこんな通ってんの。はい、ただいま13時20分掛川駅周辺でございます。なんかね、なんかここを曲がると掛川城があると、しかも200メートルだというので今来ております。大体のお城って天守閣さえ登らなければ敷地に入るのは結構ね公園なんですよね。はあ、工事してるわ。でもわ工事してる、工事残念だな、工事してる。あと1キロになりました。何かというと、私さっき掛川のあそこ掛川城なんですが、掛川城に来るときにここでこけたというか自転車だけこけたんですよ。でね、今ホテルの近くに着いて自分のこのロック錠がないことに気がついて、あの掛川城の前で自転車がこけた時だと思って、ちょうど駅だったから電車に乗って戻ってきて、あどうにか会ってくれと思って走ってきた。貴重品だけこんなビニール袋に入れてあとはもう荷物何十キロってあるから、まあ、取られたところでお茶とか服とかだからいいやと思って来たらあったよ、この鍵ないとこれから先ちょっと不安だからさ、あってよかったよ、あってよかった。もしここじゃなかったら、うん、自転車でもう一回来た道を戻ろうかとかいろいろ考えた。あってよかったです、助かった。今度はねその、掛川駅の隣の駅の駐輪場に荷物を一応荷物置いてるんですよ。本当はね取りに戻る前からYouTuberだったら回すべきだったのかもしれませんが、もうそれどころじゃなくてですね、お茶と貴重品相当慌ててました。ではせっかくなんでこちらが掛川駅でございます。こちらが掛川駅でございます。それでは東海道本線というやつに乗って戻りたいと思います。はい、掛川の隣の駅愛野という駅に戻ってまいりました。荷物あったわ、はい、それではこの後コスモインさん、ビジネスホテルコスモインさんに到着いたしました。はい、今夜はこちらでお世話になります。はい、チェックインしました。お部屋です。大浴場がコロナでお休みだということなので、今もうお湯を張り始めたんですが、まあ、こんな感じでございます。お湯を張っております。わからんな、こんな感じでございます。はい、浜名湖へやってまいりました。